皆さんこんにちは。こんにちは。絵をしゃべろう、美術の野間人、展覧会プロデューサーの熊作と一気書きの画家トラキチが絵をしゃべろうしていきます。今日は日本洋画の金字塔、海の幸で有名な溶接の天才画家青木しげるについておしゃべりしていきます。最初黒田に世話になってたけど、後の方はアンチ黒田みたいな発言をしてた青木しげる、これはどうですか？いや、いいですよ。やっぱ青木はいいですよ。ね、ま、はい。特にこの頃はね、晩年はひどいけどね。晩年たって25、6、7、8ですけどね。そうですね。29で死んじゃうんだから。まあ、嫌なやつなんですよ、まだ青木がね。まあ、そうですね。それこそ人の絵の具勝手に使って、お前が描く、俺が描いた方がいいって言ったりね。そうそう。だからもうね、そこの友達誰ですか、あの、坂本、うん、坂本半次郎とね、の話もあるんだけど、うん、まあ若い頃はね、黒田がまるで坂本半次郎罰みたいに思ってたんですけど、うん、まあ年取ってきていろいろ読んでみると、どうもそうとも言えないな、坂本半次郎のがマシだって。わかんないけど。ね、まあ青木が亡くなった後、展覧会を開催するのも、坂本半次郎がすごいいろいろ努力してやったみたいですね。ああ、そうですか。やっぱり尊敬してたのか、尊敬っていうか認めてたんですよね。画家としてね。そうですね。で、このね、はい、この海の幸、その坂本でいうと、坂本半次郎と一緒に、千葉のメラっていうところに行って、はい、描いた絵じゃないですか。はい。坂本が大漁で帰ってきた漁師の情景を青木に話して、はい、その話をもとに描いたっていう、これこそそのインスピレーションというか、想像で描いた絵なんですよね。そうですね。ああ、それ聞きますね。はい。実景じゃないんですよね。はい。で、その時に、一緒にいた福田種っていう女性、はい、まあ、人で子供がもうできてますけど、はい、それが真ん中の白塗りの女性じゃないかって言われてますけどね。言われてますよね。ね、真ん中がちょっと右側のね、魚の右側にいるね。真ん中の白い横向きの顔は坂本半次郎じゃないかとも言われたり。ああ、そう言われてますよね。これ、なんだっけ、石橋英太郎のおじいちゃんだっけな、あ、おばあちゃんですかね。青木しげるの息子が福田ランドっていう尺八の演奏家で、福田ランドの息子が石橋英太郎っていう感じですかね。はい、あ、そうですか。はい、今の人です。今も絵描きさんでいますよね、福田。あれ？福田ミラン。あ、ミラン。あ、はい。あの人もこの血筋ですか？いや、違うと思いますよ。あれは違うんだ。知りませんけど。はい、この絵いいですよ。この、やっぱこれ最高傑作じゃないかな、青木しげるの。いや、これもう青木しげるの最高傑作でしょ。やっぱりそうですよね。この頃からもうあと下り坂ですからね。まあそうですね。まあそう言っちゃ青木に悪いけど。うん、まあそうですね。思い出すと、どんな絵があったっけな、青木しげるか。まあ自画像は結構すごいいいのありますけどね。あ、ありますね、いいのね。若いですからね、とにかくね、20代だもんな。もう20代も全般ですよ、これ。全般ですよね。だって20代で死んじゃう、29ぐらいで死んじゃいますよね。28ですね。あ、28ですか。はい。嫌な奴なんですよ。この、この人の、この奥さんの福田種のお世話に、この実家にもお世話になってるでしょ？そう。すごく。だからもうあれね、もうそのままお世話になっておきゃよかったんですよ。はい、そうですね、本当そうです。お世話ならないで自分で何とかしようと思って、はい、でそれでこの絵がもう評価されるっていった絵がね、実はねこれなんですよ、はい、あ、これね、はい、これ弟が協力したやつですね、確か福田種さんの弟ね、はい、でこれ今おっしゃったね、福田種さんの実家でこれを描いて、はい、でこれでもう俺はなんて評価されて、はい、お金も入ってくるっていうことだから、福田家の世話にはならないで大丈夫ですみたいな感じだったと思うんですよ。あ、ところがこれが全然三等末席って言って、三等といっても123じゃなくて、三等がまでに23人いて23番目なんですよ、これね。あ、
よくあることですよね。この絵もいいと思いますけどね。そうですね。ただまあ、いいですよ。海の幸に比べたら勢い全然ないですけどね。あ、そうですよ。海の幸はね、あれ、勘がもうすごい働いちゃってて、もう素晴らしいもん。ね、これとかね、あと、おっぱいを飲ませるやつがありますね。死にそうな人にね。古事記の大穴鞭。あ、そうそう。なんかそういうやつですよね。うん、そうです。やけどをしたね、人にね。でこの人あのイギリスのラファエル電波の研究をすごくしたんですよね。そうそうそう。まあこの縦金なんかもバン・ジョーンズですからね、あの構図が。ああ、なるほど、うん、すごいですよね。それはね、もう最先端ですからね。いや、それでね、はい、これ青木茂がほら先ほどの海の幸を描いた時に、はい、あの海の岩の絵とか描いてるんですよ。それがね、はい、あのモネの海の絵と似てて、はい、はいはいはい、私の個人的な趣味では、はい、モネの海の岩の絵よりも青木の方が好きなんですよね。そうですか。それはちょっと分かってしまう。ちょっと分かんないけど、あのどっちってのは分かんないけど、あれいいですよね。そう、青木の。いや、だから、まあ少なくともね、それはもうもちろんモネとね比べてはいかんのかもしれないけど、あのでもモネを非常によく理解した日本人という意味では彼がトップじゃないかなと思うんですよね。うん、そうかもしれませんね。あの、その海の絵に関してですよ。海の岩の絵、はい、いや、その意欲はねすごいもんですよ。とにかくこの明治時代の絵描きさんの、ね、それはもう素晴らしいですよ。あのだってこの前の話じゃないけど、ルノワールの悪口なんて言えたもんじゃない。だって明治の人たちもみんなルノワールもすごい尊敬してるわけですから。あの例えばほら中村常とかね。そう、まあ、そうね、まああれは大正って言えば大正、明治とは言えないかもしれない。じゃあそんなにルノワールのことけなすのは、なんで中村常ほどの人があれほど尊敬するんですかって私が聞きたくなっちゃうんですよね。ルノワールをけなすってより、ルノワールのあのピアノによる少女たちをけなしてたんじゃないですか。そうですけどね。そうですけどね。そうですけど、なんか言えないでしょ。もうあの中村常の様子を見てやったらね。で、いや、言えないんだけど、そうすると何も言えなくなって、何も言えなくなっちゃうから。みんなすごいですねって言って言うしかなくなっちゃうんで。なくなっちゃうからね。それもまたいけないのかもしれないけど。確かに。だけどまあこの明治期のこの洋画家の、うん、あのなんて言うんだろうな、その新種の精神と言いますかね。早稲田大学の歌じゃないけど、その本当にもう飢えた狼がね獲物に飛びつくように、そうヨーロッパの絵を学んでますよね。そうなんですよ。それでね、おまけに偉いのは、はい、青木なんか古事記とか日本書紀とか、要するにほらヨーロッパの絵はギリシャ神話とかでこうやってるわけじゃないですか、はいはいはい、だから自分たちは古事記だって、そういう勉強すごくしてるんですよね。してますね、うん、でもそれもまたちょっとあれなんだけどね、あの中村なんだっけ、中村不節とかね、もう書いてやってますよね、うん、そういうのね。あれはちょっとダサいけどね、こっちはいいですよ、青木は。折衷的になっちゃってる人が結構いるんで、例えばね、名前がすぐ出てこなくなったんだけど、何でしたっけ、原田。ああ、原田。竜の親父。竜の絵でしょ。え、竜の頭に乗っかってる。そうそうそう、竜の、桐生観音っていうやつね。あれね、あの原田何でしたっけ、あの人なんと忘れましたね。あれ靴屋の親父とは違う人ですよね。いや、同じ人なんですよ、あれが。 あれ同じ人ですか。そうだから、私あの靴屋の親父見た時、なんじゃこれはと思って、すげえやついるなと思ったんですよ。ちょっとしたね、ちょっとしたレンブラント。そう、まあ、少なくとも日本人離れしてんなと思ったんですよ。あれドイツで描いてるからってこともあるんだけど、はい、それが日本で描いた絵が桐生観音って、はい、なんかあの観音様とあの竜のなんか変な絵、でかいんだけど変な絵じゃないですか。変な絵ですね。ね、いや、それありますよ、いっぱい。
だそれに比べたら、この青木のね、先ほど の, あのおっぱい飲ますやつもそうだけど、飲ますんじゃねえ、あれおっぱいでこうなんか薬作るんですけど、うん、はい、これとかもやっぱりだいぶレベル上ですけどね。上ですよ。うん、まあ言ってみりゃ同系っていう線と色とね、この絵だってすごく感がいいもん。黒い髪、黒とし、ピンクと白。そうですね。全然違いますよ、あれと。原田な、なんだっけな。原田直次郎だ、思い出した。あ、そうだ、直次郎だ、そう。直次郎。あれ同じ人ですか。あれ同じ人なんです。嫌になっちゃうでしょ。びっくりしますね。私ね、とにかく原田直次郎 がちょっとすごいかなと、まあ、思って、はい、原田直次郎の他の絵をいっぱい探したっていうか、そのいはい。はいはい、ないかなと思って、だけどほら、画集はないんですよ、原田直次郎っていう。はいはい、で何年か前にね、展覧会があったんですよ、原田直次郎の。はいはい。埼玉県立近代美術館。おお、浦和ですか。北浦和。はい。そしたらね、はい、あんまり見るべき絵がなかったですね。あ、そうですか。残念なこと。どうしちゃったんですかね、あの、靴屋の親父はね。だから、まあ、黒田もそうなんですけど、あの、留学してる時の絵いいんですよね。あ、やっぱりね、うん、それよく言いますよ、うん、留学してる時はもうね、すごいなんか精神状態がねおかしくなっちゃってるっていうか、そう、まあ高揚してるというかね、まあ日本の選手だって大リーグ行くとね、うん、大活躍、大リーグ行かなきゃダメだっていう、今でもそういう風潮ですからね。ただね、はい、原田直次郎っていう人はね、はい、めちゃめちゃ魅力的な人だったらしいですよ。ほう。だからめちゃめちゃモテたんですよ、海外で。ああ、そういうことですか。あ、魅力的。はあ。だからもう、高男子っていうか、日本男子として、本当に、すごくモテたんですよ。ああ、じゃあイケメンなんですね。いや、あの、写真見たらイケメンでも、というほどじゃないんだけど。ほう。それで、はい、あのドイツですごくモテて、はい、森外の舞姫っていうのあるじゃないですか。はいはい、あれ確か原田直次郎が、ね、モデルなんですよね。あ、そうなんですか、うん、自分じゃないんですかあれ。確かそうだと思います。であの追いかけてくるじゃないですか、はいはい、だからそれぐらい当時の明治男子がドイツでモテたという意味では偉いなと思うんですよね。ああ、いやそれはね魅力的ですよね。だって新種の精神っていうんですかね、うん、そう成長しようというそのなんて言うんだろうな、やる気満々、魅力的ですよ、その人間のね。そうやっぱりそれ魅力の一つですよ。そう成長しようとか頑張ろうとかいう、そうそうそう。だからあのさっきの話で出た中村常ね、ちょっともうちょっと後の人ですけど、はいはいはい、あれだってもう結核に侵されながらぜいぜい言いながら絵は素晴らしい絵も描いてるけど、はい、イタリア語の本とか訳したりしてるんですからね。そうなんですよ、ね、そうなんですよ。その意欲たるやね、私の子供の頃も、私の父親も絵描きなんですけど、その先生たち、その、まあ、さらに先輩の人たちもフランス語とかできるんですよね、みんな絵描きなのに。だってあのゴッホの手紙訳してる波佐間猪之助も絵描きですから、ね、そうだ、波佐間猪之助も絵描きですよね、うん、そうだ、そうですよ。そうなんですよ。あの明治の人たち本当すごいですよ。いや本当に尊敬しますよね。尊敬しますよ。青木の話に戻すと、はい、青木は海外行ってないわけですよ、はい、だから本とか雑誌とかだけで吸収したわけですよね、はい、それまあ、人生短いから行く機会がなかったんだけど、はい、だからそこでもすごいですよね。行かなくてもモネの波の絵とかを吸収してる、うんはい、あるいはこのラファエル・ゼンパーを吸収してるっていうね。あのモノクロズバンでね、そうそうやってるんですよね。ちっちゃい、多分ちっちゃいね、図版でね。まあ、あの、ほら、なんだっけ、白川派だか、明星だか知らないけど、一生懸命ヨーロッパを紹介してくれますよね、ロダンの本物とかね。そうですね。結構早いんですよね。そうですね。ルノアールの本物も見てるんですよね、だからね。そう。結構、あの、博物館とかの展覧会にも、そんな、ラファエル・ゼンパの、あの写真とか結構紹介されてるんですよね。ああ、そうですよね。だからほら、それ話じゃないけど、はい、留学生の意欲がすごいから、帰ってくるときもいっぱい持って帰ってくるんですよね、いろんな。ああ、なるほど。そのね、学ぼうとするその、あれはすごいんだ、全く。そうなんですよ。素晴らしい。その明治期のこのね、洋画、だから私はね、明治期はあのね、
明治期はもう日本画よりも洋画はるかにすごいと私は思ってるんですよ、本当言うと。コロナ禍で、コロナ禍で。ということで今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。コメント、ご質問お待ちしております。